さんこんにちは、こんがりです。てきれですね。本日も PUBG ニュースイートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日とってアキンタ遊んでいこうと思うんですが、公式パートナーとしてね、仕方なく今日も遊んでいきましょうか。はい、ということでね、ニューステイトやっていこうと思うんですが、安定のね、初動はマストリということで、今日はですね、なんとしてもね、使いたい武器があるので、とりあえずね、マストに直行しております。はい。早速ね、遊んでいこうと思います。ということで、いろいろさ、話したいことあるんですが、とりあえずね、僕の T シャツ作ってください。運営さん、マジで。これだけさ、頑張ってるさ、ニューステイトね、実況者っていうのは、もう僕ぐらいしかいないんですよ、本当に。毎日毎日さ、ニューステイトのさ、同じような動画を出してるのは、世界でもですね、ただ一人、このね、幻の珍獣をですね、野放しすると、本当にね、良くないですよ。あ、なんか来た。まずい。あいつどこ行ったんだよ。下かな?これ下かな?いや、いるわ。もう来ちゃったわ。もう本当に。珍獣来ちゃー。マジかよ。めんどくさ。珍獣がいるぞ、みんな。気をつけようぜ。とりあえずさ、珍獣ゲットしようか。さあ、いるね。うわー、珍獣まみれ。さあ、ということで、ちょっとやるか。はーい、こんにちはー。いらっしゃいませー。いじいじ。あっぶね。さあ、やってくるかな。やってこれだよな。マストには来れないね。もう、再配置は、安全地帯の中にしか入れませんのでね。はーい、どっか行きなさい。さよなら。はい、ということで、レッドフレアは俺のもの。はい、ありがとうございましたと。やっぱり初動マストにね、僕の、お箱なんで、負けるはずがないんだよな、正直。全然余裕ですわ。はい。つうことでね、しばいたんで、とりあえずお空にパーン打ち込んどいて、やりましょうか。さあ、というわけでね、そろそろ、補給物資届くんで、バチコリ拾って、今回お目当ての武器をね、出したいと思うんですが、いや、本当にさ、動画撮ってる時に限ってね、武器っていうのは答えてくれないから、今回もさ、このまま行くと本当に M4 になっちまうわ。あいつは。あいつはなんだ本当に。めんどくさ。怖っ。普通にプレイヤーか?ガチ、プレイヤーじゃん!あっぶな!マジか!こすいやついるわ、ほんとに。はーい、こいつプレイヤーでーす。はい、残念でした。あっぶな、マジで。怖すぎんだろ、さすがに。ほんと、油断も隙もあったもんじゃねえな。俺が補給物資取ってたらさ、しばかれてたわ。危ない、危ない。皆さん気をつけましょう、ほんとに。さあ、ということで、うわ、やっぱりか。全然来てくれないんだよな、ほんとに。MK14 じゃないんだよ、みんな。俺の使いたい武器わかりますか?わからないでしょうね。とりあえずね、みんなには教えないんですけれども、とりあえず失敗しました。はい。あ、また来てんのかと思ったら、普通に AI だったわ。紛らわしいんじゃ、ほんとに。どいつもこいつも。さっさと寝ろ、ほんとに。でね、ここでさ、唐突にさ、みんなにプレゼントしていきたいと思うんですが、こういうことなんですよね。で、どういうことかっていうと、いや、普段さ、俺のことをさ、応援してくれてる人とか、まめにね、僕の動画を見てくれてる人にこそ、なんか来てた。怖すぎ。復讐システム使って復讐来てたわ。はい、GG。俺のことをね、応援してる人とか、いつもね、俺のこと見てくれてる人に対して、プレゼントっていうのは渡していきたいので、とりあえずね、今ね、下の方にね、コードがあると思うんですが、これを打ち込んでいただくとね、サッカークレートプラス、ドンカツメダル3枚もらえますので、皆さんですね、もらってください。はい。僕はね、こうやって、少しずつね、皆さんに、何かしらね、還元していきたいと思っておりますので、心の底から、本当に。僕はもう嘘ついたことないからな、本当。うん。だからね、皆さんのためになりたくて、こうやってコードを配ったり、動画を撮ったりしてるんでね。
ということで、まあこれからも応援よろしくお願いします。まあここら辺でね、好感度を上げていきたいかなというふうに思う。はい。まあただごめんな、どうしても再生数が欲しいときは、なんかタイトルとかさ、サムネとか、なんかそういったところにプレゼントあるよって言ってね、ニュースユーザー釣りに行きたいと思うんで、まあ皆さんね、そこはご了承ください。はい。まあなるべくね、僕を応援してくれるリスナーとかファンの方を大切にしたいんだけど、まあ、どうしても再生数が取りたいときは、そうやってさ、サムネとかさ、タイトルにさ、プレゼントありとかさ、なんか先着何々様限定とか言ってさ、釣りに行こうと思ってるんで、本当に汚い大人でさ、ごめんなさい。そこだけ許してください。お願いします。さあ、ということでね、まあ、フレアガン本体は持ってるので、まあ、ちょっとまだね、諦めずに行きたい、俺は。もう一発ぐらい撃てるかなとね、思っている、希望的観測なんですが、これは。まあ、とりあえず、まあ、M24 ちゃん強化してあげて、まあ、あとはね、レッドフレアをもう一回素引きするとかしかね、ない気がするんだわ、本当に。マジでさ、動画撮影してる時には来てくんないんだよな。撮影外には ね、絶対来てくれんだけどさ、こういうことなんだよな、人生って本当に。うまくいかないんですよ。自分の思った通りにならないのが人生と言いますか。それがまた面白いところでもあるんですがね。ま、とりあえず、まあ、物色して、まあ、この辺を漁っていこうか。何円貯まればいいんでしょうか。ちょっとさ、値段をまずは確認しておく必要があるな。玉は1800円ですって。残りは405円必要です。はい。ドローンクレジットね、余すことなく拾ってあげましょう。さあ、グレネードも拾っときたいな、ここ。ここまず100発落としとくか。で、これも半分くらい落としとこう。いらねえわ、こんな玉。こんだけありゃ十分でしょと。まあ、とりあえずですね、まあ、あと1枚ぐらいしばいて、そいつから金をさ、巻き上げるのが、まあ、一番ね、効率がいいと。効率中の可能性がある。効率ばっかり求めてるとさ、いやー、これまたうまくいかないんだよね。不思議なものだよね。効率ってさ、めちゃめちゃ大事じゃないですか。やっぱり、それを高めていくことによって、なんか作業スピードが速くなったり、まあ、成果がね、なんか短時間で出たり、まあ、少ない労力で出ると思うんですが、そればっかりを追い求めてもいけないっていうのは難しいですよね、本当に。何が正解なのか分かりませんよね。まあ、ニューステイトはね、ただ単に毎日さ、まあ適当に実況してればいいと思うんだ。そんなね、みんなもう求めてないんで、動画に何かをね。大きなギフトボックスまみれ、マジか。ここは取られてるか、さすがに。金をくれ、マジで。同情するなら金をくれ。ギフトボックスはいらねえから金くれねえかな、本当に。まあ、ギフトボックスね、まあデイリーミッション今日全然できてないから、まあ嬉しいんですが、なぜに拾わないんでしょうか、この敵は。よくわからないやつがいるわ。だって拾っときゃいいじゃん。もうさ、ミッション終わったなんてことないよな。あ、まあ今回あれか、もうデイリーの分は終わってるからって感じか。なるほどね。そんなにやり込んでるんだ。俺は仕事行ってたからそこまでやり込めませんよ、ほんと。ニューステイトのさ、運営ってさ、少しさ、頭バグってるよな。何がバグってるかっていうとさ、暇人ばっかりじゃないよっていうね。ミッションさ、謎にさ、めんどくさくない？もうちょいさ、1、2000やるぐらいでさ、なんか終わるぐらいのミッションの難易度下げてほしいわ。全体的に。頼むから。ガチで。この街あさって、残りもうちょい。さあ、来るか。車に来るか。あそこにバギーんだよな。あっと。そんなところに止まる。なぜにそんなところで止まる。さあ、あいつ芝子。4スコフルオートで。4スコフルオーティングで。あいやいやいや、あと一発、あと一発なの俺に。で、あと一発当てれねえんだよ。4スコちょっとむずいわ。さすがに調子乗った。3スコでいい。身の程をわきまえようか。とりあえず3スコで抜くわ。あいつこっち見てるよな、どうせ。ここはグレネード祭り、開催します。ファイユー。オッケー、飛んだ。さあ、ジュニアを飛ばして、で、ここでですね、あ、ばばばばばば。あ、んだそりゃもう。
しょうもな、本当に不意打ちしかできねえのかマジ。あいつなんかやりやがったわ。だるすぎ、これがだるすぎ。そしてなんか来てる。あー弱いね。あー弱い弱い。あーこいつ俺がさ初動で縛いたやつじゃん。はいじいじい、お疲れさんです。さようなら。つうことでコンペンとか取っちゃお。ありがとな、俺に物資を届けてくれて。センキューな。あー気持ちいい気持ちいい。さということで煽り散らかしたところで、皆さんはねこんなに煽ってると嫌われるんでね、気をつけましょう。とりあえずレッドフレアを3つ頼んでおく。素晴らしい。もうあのセルフ AED なんていらないんで。僕くらいのねレベルになるともうあの死んだりはしないから、とりあえず自分の使いたい武器を出現させるために、まあ降臨させるためにですね、ここはもう全力でね弾、レッドフレアの弾を頼みまくる。さあ素晴らしい、ありがとうございます。さあここでレッドフレア3連単行こうか。儀式を始めよう。さあ神三元神をですね出現させます。行くぜファイヤー。おい何パンツ見てんだよドスケベ野郎が、ふざけんな。ということでね、まあ3発も撃てばさすがにさ欲しい武器来ると思うんだ。これで来なかったらもうマジでさいじめです。はい、だって合計4つぐらいやってるってことでしょ。あっちんだ、そんなとこいるんだ。わっあれか、いましたいました、変なやつがあそこにいるようです。どうやらさすがにさアンチ飲まれてまでさ撃ちっぱなしにする意味はないぞ。何やってんだあいつは。ね、俺に撃たれるでしょ。意味ないんですよアンチ外でやるのは、やめましょうよ。さあプレイゾーンで一匹しばかれて、いやーちょっとマジ裏、あー裏もいるね。まあ、だがそいつは一旦無視、一旦こっちのスモーク2機を見ておいてあげたい。あの岩裏いないよな、大丈夫だよな。とりあえず物資が3つ来るんで早く来いガチで、マジで頼むわ。速攻俺装備変えるんで。うわ来てるし、もう俺のさ物資だと。あっぶな、マジで見えねえや、草邪魔、本当に草って感じ。あと3人かい。さあいらっしゃい、来い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 。うわマジで来ない、マジで頼む頼む頼む、来ないし。ガチか、あと1個は、あと1個あと1個。さあこれ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 にかける。えい来ない、何やってんだよマジで、おかしいだろって言ったアンチ、マジで最悪だわ。あれかラスト1枚、やばいわ死にそう。とりあえず M4 で勝利していく。あーい、なんだこの動画はマジで、使いたい武器使わせてくれないしさ、もう何なんですか。まあでもドンカツは取れました。はい、 M4 こそ最強ということで、まあ白と赤、まあ紅白コーディネートでね、今回敵をしばかせていただきました。いやーマジでさ次回こそはあの武器使いたい。うん、まあ皆さんね、僕が何の武器を使おうとしてたのか、まあ当ててみてください。以上こんがりでした。じゃあなっ、じじー。